鮮烈なサバイバルが繰り広げられたヘビー級特集、チャンピオン同士の意地とプライドをかけた統一戦特集、そして90年代の黄金伝説オスカー・デラホーヤ特集、今日はこのような内容でお送りいたします。はい、さあそれでは早速ご覧いただいてまいりましょう。まず最初はですね、世界最強のボクサーを争う熾烈な戦いヘビー級です。いつも言ってますように、このプロボクシングというのは17階級があります。それの一番重たいクラスがヘビー級、それだけではありません。注目度、それからファイトマネー、さらにボクサーに与えられる名誉と、どれをとってみましても他のクラスとは桁違いのところがあります。昨年のですね、今頃考えてみますと、マイク・タイソンがホリフィールドに王座を明け渡した時期でありました。小泉さん、そういった意味でもこの1年、あそこから振り返ってもすごくいろんなことがありましたね。そうですね、タイソンのですね、世界タイトル、統一路線がですね、ここで崩れましたよね。で一方レノックス・ルイスが台頭してきました。レノックス・ルイスとゴルタの試合なんかも注目を集めましたね。はい、浜田さん、本当に今おっしゃったように、ヘビー級だけでもいっぱい振り返ることあると思いますけど。そうですね、去年とガラッと変わって、今年はやっぱりホリフィールドが統一路線に名乗りを上げてきたという感じしますよね。なるほどね。これから振り返っていくわけですが、先ほども言いました、昨年の今マイク・タイソン、すべて小泉さん、マイク・タイソンからやっぱり出発していると考えていいですよね、これを振り返るときに。そうですね、やはりタイソンがですね、実力的にも話題の面でもですね、中心だったですよね。それが敗れたと、再度ホリフィールドと戦ってまた敗れたと、ここでですね、シナリオが非常に崩れ出して、もう戦国時代ですね。そうですね、はい。そういった中でタイソンの代わりにどうやら主役を務める役割になりましたのが、浜田さん、はい、ホリフィールドということになりそうですね。本当にホリフィールドの人気はこの間のモーラー戦でまだまだと見せつけられた感じしますね。私たち直に聞いたんですが、声援はホリフィールドに対するものはもう圧倒的にヒーローに対するものでしたね。そうですね、それで私も自分が喋ってる声でさえも聞こえなかった感じしましたからね。あれだけの歓声というのはやっぱり人気がないと出ないでしょう ね。さあ、波乱のヘビー級、宿命のライバル対決と言われましたマイク・タイソンとイベンダー・ホリフィールドの、まずは一戦から始まっています。昨年の11月に行われました第一戦からご覧いただいてまいりましょう。昨年96年の11月9日になります。場所はご存知 MGM グランドガーデンです。16,325人の観衆を集めました。200万世帯以上が見たというこのペーパービューのチャンネルです。これこの戦前のオッズ掛け値ではタイソンが9対1直前では9対1で上回っていました。ですからトータル的に見て、浜田さん、はい、バンクワーサと言ってよかったんですよね、この時点では。タイソンが強すぎるんでですね、みんなホリフィールドに何とかしてほしいという気持ちでだんだん、9対1でもこれでも詰まった方ですよね。そうなんですよ、最初25対1でした。そうですね、タイソンはこれまでで最も重たい222パウンド 100.7キロで挑んでいます。ホリフィールドが215パウンド 97.5キロ。でもこの試合は本当に歴史に残る試合ですよね。そうですね、ここでタイソンの左フック当たっていけるかなと思ったんですけど、やっぱりその前にちょっとタイソン打たれすぎたんでいけなかったですね。両者はここ6年間戦わないでライバルと言われてまいりました。キャッチフレーズがですね、ファイナル、ついに実現という試合だったですね。ここでタイソンダウン食った時にはびっくりしましたね。そうですね、ついに実現したこのカード、タイソンのダウンが東京ドーム以来また再現されました。この時にはタイソン負けるのかなという予感したダウンですね。そうですね、この時点でタイソンは95年8月のカンパックの後、マクニーリーの失格勝ちを加えれば4連続ストップ勝ちを続けていたんですが、
まあ、このカウンターのすごかったこと、あのタフなタイソンがですね、本当にグロッギーになりますよね。これはゴングに救われましたが、もう浜さん、この時点でタイソンはかなりダメージは、このダメージはもう抜けきれないですからね。ありましたね。ここで、この一発で勝負決まりましたね。試合の直前、地元紙で世界中から集まったプレスアンケートでは50人中ただ一人だけホリフィールドに投じていたプレスの方がいました。この一人というのはやっぱ希望だったんじゃないですかね。ここで試合終了です。バンクルバスが起こった瞬間です。いやー、何か今見ましても背筋が小泉さんブズブッとくるような瞬間ですね。衝撃的なバンクラスだったですね。これで3度王座に返り咲いたことになります。あのモハメド・アリー以来です。さあ、そしてこれは6月の28日今年です。このホリフィールド・タイソンの2が行われます。これでは随分オッズが接近していました。3対1から2対1。しかしタイソン有利は変わりがありませんでした。まあ、やっぱりタイソンの実力はみんな認めてますからね。ちょっとこの試合は両者とも第1戦目よりもスピードあったしですね、はい、第1戦目以上にいい試合になるなという予感した1ラウンドですね。小泉さん、両者が季節してウエイトが一緒だったんですね。218パウンド 98.9 キロ、はい、タイソンは下げてきて、そしてホリフィールドを上げてきたんですね。そうですね。なんかまあ前回の試合はタイソンに油断があったと、ね、今度はそのまあ本気でかかってくると、それでトレーニングもそのしっかりしてくるからタイソン勝つだろう、そういう声がやはりあったわけなんですね。1ラウンド2ラウンドと凄まじい攻防があります。本当に浜田さん、はい、タイソン動き良かったですね。スピードあったしですね。それで1ラウンド目から焦ることなく、普通空振りすると焦ってどんどん打っていくんですけど、そういうことがなくですね、ただそういった2ラウンド目からですね、頭がぶつかるわ、血は流すわ、はい、そしてホリフィールドにクリンチはされるわ、苛立ちが出てきましたね、この2ラウンド目から。そしてそれが何と言いましょう、残念な結果に現れてしまうのはこの3ラウンド目、ここです。ご覧いただきましょう。これも予想できなかったですね。この後突き飛ばしてしまいます。ご覧のように3ラウンド終了失格勝ちでタイトルを初防衛です。ディフェンダーホリフィールド、この2人には本当にいろいろな思いがあると思いますが、浜さん、改めて今、はい、映像をご覧いただいた印象というのは、結果が、タイソン何をしてくれたんだという結果ですけどね、両方ともスピードもあってパンチも切れていたんでですね、やっぱり来年どうなるか分からないんですけど、もう一回見たいという試合ですよね。その辺のところを踏まえて小泉さん、まず復帰、それから小泉さんの思いどうなんでしょう。まあそうですね、1年間タイソンはライセンス停止ですね、そこでライセンスを再申請すると、ネバダ州コミッションがですね、これをもう1年間禁止がしてて、それでタイソンこれ再度リング上げていいと判断したらですね、その委員会が OK 出せば、はい、タイソンはリングに戻ってきますよね。ただこの1年間のブランクは私はかなり大きいと思うんですよね。そうですよね、はい、その辺がどう今後マイク・タイソンに影響してくるんでしょうか、果たしてカムバックできるのかということも、合わせまして今後ともこのマイク・タイソンは追いかけていかなければならないと思いますが、このタイソンとホリフィールドの試合は WBA のタイトルマッチでした。でこの間 WBC の方はどういう状況だったかといいますと、実はですね、1年前はチャンピオンがおりませんでした。つまり空位でした。そのあたり小泉さん教えてもらえますか。1年前WBC の王座がですね、はい、タイソンに行きまして、
ところがですね、そのレノックス・ルイスがそのタイソンとのですね試合をその強制して訴えたんですね、はい、タイソンは WBC の王座を返上して、それでホリフィールドとの試合をやったと。そこでですね、結局レノックス・ルイスはですねオリバー・マッコールとの決定戦をすることになりましたね、ということで、そのオリバー・マッコールとの決定戦、浜さん、はい、これは実はあの因縁があるんですよね、この両者というのはね。そうですね、まあこれも第一戦目番狂わせだったといいと思いますけどね、まあ一つにはオリバー・マッコールの一か八かの右の一発が当たったから勝ったわけですけどね、はい、ルイスからするとどうしても通らなければいけない道でしょうね、このねマッコールとの試合、本当にあの一戦もですね、本当にバンクワールドばっかり言ってるようですけれども、小泉さん、レノックス・ルイスは当時右が本当に大砲でして、これおそらく勝つだろうと言われてバンクワールドになったんですね、英国人同士で ね、まあまさにですね、まあ、あれしか勝つ方法なかったっていうぐらいの、それもまたタイミングよくですね、オリバー・マッコールの右が当たりましたよね。本当にそうですね、まあ、あの試合こそバンクワールドだったですね、という第一戦がまずありました。でその後から、この続きが始まっているわけですが、さあ、WBC はどういうことになったんでしょうか、この1年の。さあ、先ほどの話の通り、この時点で、王座は空位の状態でした。97年の2月7日、そのチャンピオンを決めるべく、決定戦が行われています。レノックス・ルイス対オリバー・マッコールの出戦です、先ほど英国人同士と申しましたけども、すみません、マッコールはアメリカ人ですので、英国対アメリカという構図でした、この時点で1位がレノックス・ルイス、2位がオリバー・マッコールです。これは元王者同士の対戦です。まあ、レノックス・ルイスにとってはこれ雪辱戦ですよね。ところがいい試合になるはずがですね、オリバー・マッコールが情緒不安定でですね、この試合こそ世紀の茶番劇ですよね。浜さん、本当にびっくりしましたよね、このこれからだんだんおかしくなっていくんですが、報道が、まあ、泣き出すとは誰も思わないですけどね。ただ、今3ラウンド目です。1ラウンド目のマッコールは本当に調子いいんですよ、ですから、全部自分がやろうとしていたのが全部通用しなかった。そこで、ショックがいっぺんに来て悲しくなったんじゃないかなと思いますけどね。第1戦で手に入れました、マッコール、そのタイトルをブルーノに明け渡し、ブルーノからタイソン、タイソンが返上、そしてその空位となったタイトルを現在これ争っているわけですけれども、どうもマッコールが情緒不安定です。ご覧のように背中を見せたりですね、泣き顔、泣いてしまいます。まあ、試合に勝ってですね嬉し泣きするとかですね、悔しくて悔し泣きする、試合終わって泣くことありますけど、この試合の途中ですね泣き出すって、これ前代未聞ですよね。これではもう試合になりません。これお互い闘志がある同士が戦いあってですね、ボクシングになるのに、ね、片方やる気全然ないんですよね。本当に変な試合ですね。これをさばいていましたのがミルズレインです。もうこれはしょうがありません。ルイスのチャンピオンということになります。さあ、これを受けまして、続いて7月の12日に行われました、ランキング1位のヘンリー・アキンワンデとの初防衛戦です。この試合が英国人同士の対戦です。アキンワンデは長身であります。2メーターを越しています。まあ、いろいろな説があるんですけど、2メーター1センチとお伝えしていきたいと思います。ところが浜田さん、この試合もですね、アキンワンデが最初でこうおじけづいたといいましょうかね、作戦がそうだったのかもしれませんが、クリンチが多かったんですよね。作戦はですね、要所要所でやろう、クリンチをしようとは思ったでしょうけどね、これは必要以上に、ルイスの突進が前に出る力が強かったという感じを受けたんですよね。それでアキンワンデは再三レフリーに注意されてますよね、注意されていてもあれしかなかったという状態じゃなかったですかね。まあ、この試合こそもっといい試合になると思いましたけどね。本当にそうですね。まあ、アキンワンデ WBO の王座を返上してまでこの WBC のチャンピオンとそのレノックス・ルイスと対戦したんですよね、
で長身ですし、そのジャブストレートのいい選手ですから、そのレノックス・リースの出鼻を叩いてですね、いい試合になると期待したのに、片方はクリンチばっかりですね。でレノックス・リースは突っ込んで突っ込んではクリンチされ、突っ込んではクリンチされ、そういう展開だったんですよね。ホリフィールドのトレーナードン・ターナーがアキン・ワンデについておりました。まあ、当時はそういう指示を出したのではという話もしましたが、この時点で、ミルズラインが失格、負けを宣しました。オッズも接近していましたし、本当に好勝負が期待されたんですが、残念な結果、結果になっています。コミッションは一時挑戦者のファイトマネーを1ミリオンだったんですが、凍結したんですが、それは解除しています。さあ、そして10月の4日です。相手は2位のアンドリュー・ゴロタ。これが2度目の防衛戦。浜田さん、これは凄まじい初っ端ですね。これで決まりましたね、この一発で。私はゴルタに期待したんですけどね、何かするだろうと。本当に何もしてないですよね、打たれっぱなしで。あのリリック棒を2度にわたって苦しめた男ですから ね、何かするだろうと。まあ、タイソンのあの何かするだろうじゃなくてですね、何かやってくれるんじゃないかという期待があったんですけどね。小泉さん、もうコア・ルイスのいいところばっかりですね。そうですね、まあ、過去2試合ですね、オリバー・マッコール戦、ヘンリー・アキン・ワンデ戦、まあ、勝ちましたけど決して評価は上がってないですよね。僕はこの試合でですね、レノックス・リース強しっていう感をその強めましたよね。ゴロタは試合後ロッカールームで倒れまして、病院で、治療を受けたということですが、大事には至っておりませんでした。という、まあ、この WBC の方はルイスの独壇場、まあ、独演会という雰囲気がありました。浜田さんはどういった雰囲気を受けました、はい、あのまさに WBC はルイスの一人舞台でしょうね。そうですね、あの最初の切り替え時期で左を出すようになったわけですよね、はい、これでやや右が死んできたなという感じしたんですね、やっとかっと左が生きて、今度は続く右が爆発したなというのがゴルタの試合ですね。あ、やっぱり 本領発揮というんですかね、はい、今が一番強い時じゃないですかね、ルイスは。小泉さん、どう思います？今が一番強い時だという浜田さんですか？そうですね、確かにエマニュアル・スチュワードトレーナーがついて、非常に攻撃的な面では強みを増してますね、はいはい、ただですね、打たれ弱さっていうのも残ってると思いますし、ディフェンス面ではそれほど向上してないと思いますね。あ、そうですか。だからホリフィールドなんかと戦った時にですね、いいパンチ食った時のレノックス・リースがどうか、そこはちょっと未知数ですね。なるほどね、ということで WBC はレノックス・リースの、まあ、独壇場というこの97年でありました。そしてもう一人おります。世界最藤一郎戦に名乗りを上げてまいりましたのが IBF チャンピオンのマイケル・モーラーでありました。この IBF タイトルについても小泉さん、それではモーラーが前以前に持っていたあたりから説明してもらえますか？そうですね、まずモーラーがチャンピオンだった、はい、ところがその番狂わせでですね、そのフォアマンがそのチャンピオンになりましたね、ところがアクセル手術とのですね、防衛戦で大苦戦をして、その IBF から再戦要求されたんですけれど、その結局フォアマン返上しましたね、そのタイトル、クイのタイトルを争ったのがですね、まあ、あのアクセル手術とボタ、ところがボタは勝ったんですけど、ドーピングテストで陽性に出ました、はい、そこでまたクイになったんですね。そしてモーラーとドイツのアクセル手術がこれ戦ってモーラーが勝った。そしてもうモーラーがそのボタをも破ってですね、このタイトルをそのまま守り続けているという、そういう構図ですね、はい、あの浜さん、はい、まあ、IBF タイトル返されてはいるんですけれども、まあ、タイソンとかホリフィールドに比べますとどうしてもちょっと印象は薄いですね、これ。まあ、それで脇役という感じもしますけどね、まあ、ですから今回の、まあまあ、この間終わったホリフィールド戦というのは何が何でも勝ちたい、名誉挽回というんですかね、はい、自分の立場を逆転したいという気持ちは相当強かったんじゃないですかね。でしょうね、はい、まあ、そのホリフィールドモーラー戦、これからご覧いただきますけれども、まあ、3年前にはホリフィールドを破って、その WBA と IBF のタイトルを奪いましたマイケル・モーラーであります。まあ、ホリフィールドが最強というのには異議を唱えたいところがありましょう。第一戦の後、共に地獄を味わいました2人が3年半の時を経まして、今度はですね、お互いのタイトルをかけた統一戦を行うことになっています。この試合も因縁の再戦です。ホリフィールド対モーラー、 WBA IBF の世界ヘビー級王座統一戦、ご覧いただきましょう。さあ、時は97年11月8日であります。1万3000を超える観衆が集まりました。ラスベガスはトーマス&マックセンターです。
WBA IBF 世界ヘビー級王座統一戦。トリフィードにしましたら、これは WBA のタイトル2度目の防衛戦になります。それからモーラーにしましては IBF のタイトルは3度目の防衛戦になります。さあ試合が始まります。まあこの浜さん、はい、私たちはリングサイドで見ることができたんですが、なんて言いましょう、アメリカのですね現場の進行がこの日に限って随分押しまして、そうですね、やきもきにしましたね。放送時間のことはありますし、私は時計は日本の時間のままで行ったんですけどね、放送時間これ入らないんじゃないかと思ってびっくりしました。心配しましたけどね。そうですね、本当に延長という形を取らせていただきまして、番組をご覧の皆様にはちょっとねご迷惑をかけてしまいました。ここでお詫びしたいと思いますが、改めてここでご覧いただきたいと思います。しかし、まあ、それを吹き飛ばすような相手とはなんですが、すごい浜田さん試合迫力ありましたね。この試合は私は今年の最高試合じゃないかと思いますね。ああそうですか、はい、これは何が原因でこういう良さが出てきたんでしょう。トリフィールドはやっぱり統一路線進んでますよね。対するモーラーが俺もという気持ちがあったと思うんですね、だからやっぱり試合は一人でするもんじゃなくて二人が一生懸命やるからいい試合になると思いますね。モーラーがこの日は体重ウエイトを上げてまいりました、101キロあったんです。223パウンド、まあ、1ラウンドで右フック当たったんですね。さあモーラーこの辺はいいシーンを見せまくっています。技術的にも精神的にも最高な試合じゃないですかね。テディ・アトラスからこの新しいコーチフレディ・ローチを迎えまして、マイケル・モーラー生まれ変わったような感がありました。小泉さんはずっとこちら東京のスタジオで映像をご覧いただいたんですけれども、改めてあの時はねあまりお話伺えませんでしたけど、はい、印象を伺いたいと思いますが、この3ラウンドあたりはどういうふうにご覧になりますか。この3ラウンド目あたりからですね、やはりそのホリフィールドのサウスポー対策のですね、そのうまさっていうのがやはり出てきてますね、はい、まあ、左フックをうまく使ってですね、まあ、モーラーをですね自分の内側に置いて、それで右ストレートを打ちましたね、上下の打ち分けも、まあ、後から考えると成功しましたよね。左にボディ打ってるんですよここでね、はいはい、上ばっかり狙わずに上打ちたくなりますよ。そのモーラーは顎に弱点がありますからね、ここがボディを攻めて相手のガードを下げさせて、そして上を攻める、そしてまた下持っていく、また上持っていくと、そのなかなかその考えた攻撃してましたよね。それでホリフィールドがまぶたのあたりをカットしてしまいます。試合は続行されます。ホリフィールドはあのタイソン戦から4ヶ月ぶりの試合です。モーラーはボーン・ビーンとの戦いから7ヶ月インターバルを取っています。浜田さん、ホリフィールドの動きの良さというのも目につきましたね。私はですね、はい、まあ、逆にホリフィールド最初サウスポー対策をやってきてうまくいってるなと思った矢先に、またやっぱり苦手だなという意識出たと思ったんですね、私は。途中ね、そうおっしゃってましたね、はい、それでやっぱり4回目、以降5回目あたりからですかね、サウスポー構えでも関係ない打ち合いに決めたように思いましたね、はい、この辺左アッパーから左フックですね、うん、これがまたよく当たりましたよね。そしてモーラーの方もバランスを常に崩さず一生懸命打ってましたね。1ラウンドごとに観衆のボルテージが上がっていきました。今の左ックなんかでも普通だったらダウンしそうな感じですよね、やっぱり気合の入れ方が違ったんでしょうね。さあそしてこの5ラウンドにモーラーが初ダウンをします。浜田さんの当時の採点では1、2ラウンドがモーラー、3、4ラウンドがホリフィールド、そしてこの5ラウンド初めてのモーラーダウンします。そしてだんだんホリフィールド距離詰めてきたんですね、ええ、モーラー押してます。
3連打ですよね。素晴らしいコンビネーション、ここは落ち着いています。マイケル・モーラー、今回特に印象的だったのはマイケル・モーラーがダウンを着た後の対処の仕方が印象的でした ね。 そうですね。本当に気合の入れ方が違ってました、はい、よく考えられたその行動を起こしています。そうですね、まあ、倒されても倒されても本当にやはりそのファイトがあったのかですね。よく立ち上がってきましたよね。左のメガネをかけた方が新しいフレディ・ローチコーチです。マイケル・モーラーのよく手綱をうまくさばいております。モーラーもよく攻めていたんですけどね、それでホリヒルダが距離を詰めていいパンチ入れて、やっぱりまあこのダウン仕方ないでしょう、はい、さあそしてこの第6ラウンド、当時の採点ではモーラーに浜田さんがポイントを入れています。まあトレーナーが変わりましたよね。テディ・アトラス時代は非常にジャブをついてジャブをついて距離を取って戦うボクシングだったんです ね。 退屈なぐらいジャブばっかり出してたんです。で今この試合終わった後考えてみると、やはりこのモーラっていうのは打たれ脆さがあるんで、接近戦というのは鬼門だったんですよね。まあ一つの見方です、接近すると得意のですね右フックっていうのが出るんですよね、ところが相手にも打たれると。だからこの試合はですね、トレーナー変わったせいでですね接近戦をやって、でそれは結果的にはまあ倒されることになったんですけどね。さあそして第7ラウンドご覧いただきましょう。このラウンドにもダウンがあります。しかも2つあります。ここはホリフィールド一つ勝負をかけましたね。6ラウンド目に打ち込まれたというのもあったと思いますよ。そうですね、5ラウンドにダウンを奪っておきながら6ラウンドは取られたわけですよ ね。 ホリフィールドにしてみたら。そしてこの7ラウンド目、膝から崩れ落ちました。そこでモーラーするとまた気合を入れて、打ちに行くんですね。これも十分に休んでから立ち上がっています。本当に十分に休んでからですよね、その次のダウンがまた注目できると思うんですよね。今度は早いんですよね。ここで止められちゃいけないという意識があったんですよね、大丈夫だということをアピールしようとしたんですよね。 そうですね、はい、そして、ホリフィールドに対して来るなら来いと、俺はまだできるぞというアピールですよね、試合の入り方は違いましたね。小泉さん、この7ラウンドでご覧になってて印象的だったのはどうですか。やはりチャンピオンとしての意地ですね。モーラー、まあ普通のチャンピオン対挑戦者の試合だったらもうあそこで止めてたと思いますね、ところがやはりモーラーがチャンピオンであることを考慮して、そしてモーラー自身がですねまだできるっていう闘志を見せたんですよ、でここでですねこの統一戦のですね凄さが出ましたよね。ほとんどリングサイドはお客様が立ち上がりました、まあ、この辺はホリフィールドいいぞというのと、モーラーよく戦ってるという感じの、ね、声援が本当に、モーラーにもやっぱり、声援が出ましたね、このラウンドは。まあ、パンチが多彩ですよね、ホリフィールドは。その左フックで脇腹叩いたりですね、右左右のコンビネーション持っていったり、さっきはその右のアッパーをうまく決めましたよね。さあそしてこの8ラウンドで試合は決します。まあ、正確には8ラウンドを終えたところで勝負は終わります。このラウンドにもモーラーに2つのダウンがありますが、まあ、圧巻と言ってもいいようなシーンが出てまいります。これで4度目です ね、 ですね。これも落ち着いています。また気合い入れてますよ。普通体重をつけたのは打たれ強くなったという感じですね。そうですね、はい、本当に気合いの入れ方が伝わってましたね。ホリフィールドは格好で試合をするんじゃないんだというモーラー、そのようなコメントもしています。確かにそれはこれを証明したことになります。浜田さん、この後見られるダウンシーンはもうダメだと思いましたよね。いや
れで誰も立てると思わないでしょう。8ラウンド終了間際にダウンシーンが訪れます。この集中度はしょうがないですね。これが5度目のターン。当てるわけがないと思いましたけどね。ゆっくりとしかし起き上がってくるんですね。しかしここで第8ラウンドは終了のゴングが鳴っています。これドクターチェックが入りまして、目を見たとね、ドクターのコメントではありました。覗き込んでその焦点が合ってない、聞いてこなかったようなので、その試合を止めたんだという試合後の談話が伝わってきています。そして試合後のモーラーはまだできたと言ってますから ね、やっぱり気合の入り方は違ったんでしょうね。まあ、しかしこれ8ラウンド終了の時点でインターバル中に試合終了が決したんですけれども、誰もその文句のブーイングというのは上げなかったですからね。これは仕方ないでしょう、もう限界以上でやってますからね。倒れても倒れても立ち上がってくるそのモーラーがですね、あれのファイティングスピリットがですね、この人これ5回ですかね、ダウン、それだけだとワンサイドゲームですが、決してその内容自身はそれほどワンサイドじゃなかったですね。ホリフィールドも危ないところがありましたよね。これで対抗一路線タイソンに変わりましてホリフィールドが走り始めたということになるわけです。いや改めてまあダイジェストという形ですけれども、浜さん、見てもやっぱりいい試合っていうのは分かりますよね。もうそうですね、まあダイジェストじゃなくて全部もう一回また見たい気持ちですね、やっぱり私は今年の最高試合に入れていいと思いますね。小泉さんはこちらで当時ご覧になってたんですが、改めてご覧いただいてどうでしょうか。まあやはりその、まあ、ホリフィールドのですね、やはりその、まあ、タイソンに勝った後ですね、その大きな試合に勝った後次の試合っていうのは危ないんですよ、気が抜けてですね、もうその試合でもう燃え尽きてしまっているような面があるんですよね、そこがホリフィールド、モーラーの狙いだったかもしれないんですけれど、この試合やはり自力を発揮しましたね、ホリフィールドというのはやっぱり投資もあり技術もあり、そして最近体も大きくなってまして、パワーもついてますね、だからその強さっていうのを見た思いがしましたね。まあ、それにしましてもまあ、決して私たちのせいではないと思うんですけれども、そのヘビー級が失格というね、ちょっとハプニング続きだったので、ちょっと内心私としてはほっとした面があったんですけれども、これは番組スタッフ一同の意見でもあります。さて、これでですね、今年の世界ヘビー級、まあ、振り返ったんですけれども、来年はまず浜田さん、どういう年になりそうですかね。やっぱり WBC チャンピオンのさっきのルイスですね、圧倒的な強さでのし上がってきましたから、やっぱりルイスは来るでしょう。あとはやっぱりマイク・タイソンくっつけたいですね。くっつけるというか、出していきたいですね。小泉さん、いかがですか。そうですね、まず、まあ、ホリフィールドとレノックス・ルイスのですね、この統一戦見たいですね。そしてタイソンがカムバックしてきたときにどの程度復調してですね、まあ、そのときにまたホリフィールドがまだいればですね、その、まあ、第3戦できれば見たいですね。98年、本当にヘビー級だけはどうなっていくのか分かりませんね、これね。そして逆にですね、もしレノックス・ルイスが勝っているとですね、これ、まあ、タイソン・レノックス・ルイス、これは実現していない好カードですね。あ、なるほど、これが起こる可能性もありますし、そして吉井はですね、レノックス・ルイスがホリフィールドに勝ってても、そのホリフィールド・タイソンというのはもう一度見たいですね。いろんな組み合わせが考えられますね。本当に筋書きのないドラマを展開して見せてくれますこのヘビー級でありますが、来年98年は一体どういう年になるんでしょうか。以上、今年のヘビー級のスーパーファイトまとめてお送りいたしました。